催涙ガスを使用するフランス国家憲兵隊。催涙剤は、七子性のガス化学兵器である。一般には、催涙ガスとも呼ばれる。催涙剤を詰めた弾丸を、催涙弾と呼ぶ。自衛隊の教育隊で行われた、ガス体験訓練皮膚や粘膜に付着した場合、不快な刺激や痛みを与え、咳、くしゃみ、落涙、嘔吐などの症状を発現させる。時間は、 数分から数十分とされ、時間経過による拡散や自然分解、あるいは涙や洗顔、中和剤の使用などで除去すれば、一般的には傷跡、後遺症を残すことがないとされる。また、速攻性があり、比較的低濃度でも効果を発揮するが、致死量が高いため、主に暴動の規制、鎮圧や化学兵器防護の訓練に使われている。 1925年のジュネーブ議定書においては、戦争における毒ガス使用の禁止が宣言された。1997年に発行した科学兵器禁止条約では、一条において暴動鎮圧罪を戦争における戦闘行為で用いることが禁止されているが、二条休項において国内の暴動の鎮圧を含む法の執行のための目的の使用は、 明治的に条約の対象から除外されている。歴史的には、第一次世界大戦中の1914年に、フランス軍が使用を開始している。ついで、ドイツ軍でも開発の上、使用されることになった。ベトナム戦争では、アメリカ軍がクロロベンジリデンマロのニトリルを、号内に投入して、内部に潜む、戦闘員を外部に出させた。七死罪とはいえ1平方メートルに10グラム。 以上あれば致死効果があり、遅延型アレルギーなどの後遺症も残す可能性が指摘されている。なお催涙剤は、軍隊や警察用意以外に、護身、防犯用途として市販されており、日本でも催涙スプレーとして、個人で購入することができる。ただし、正当な理由なく引得して所持していた場合には、危害を加え得る器具の隠匿所持として、軽犯罪法違反に問われる場合もある。 アメリカでは、復活するフリルを使った住宅訓練の際、内部に人が残っていないことを確認する目的で、催涙効果を持つクロールピクリンを使用する。散布方法は、手榴弾型を投擲するか、敵弾発射技用のグレネード型を発射する。2018年には、イスラエル警察が催涙弾を搭載したドローンを導入し、同年3月30日に、ガザ地区で行われたデモ隊との衝突で、 初使用されている。警察の特殊部隊や軍隊では、催涙剤が充満した環境でも、適切に行動する必要があるため、効果をたガスを屋内に充満させ素早くマスクを装着する訓練などを行っている。括弧内のアルファベットは、アメリカ軍の略語ありがとうございます。